中沢優6月28日から1977年12月22日は日本の海軍軍人。海兵43機、海外26機。最終階級は海軍中将。1894年6月28日、長野県諏訪郡豊与田村で農業、染色を営む父、中介のもとに生まれる。中沢宗家は代々諏訪藩優筆だったが、 明治維新により機能した。父、中介は、豊田村村長も務めた。旧正長野県諏訪中学校を経て1912年9月9日、海軍兵学校第43期に100名中71番の赤字で入校。1915年12月16日、96名中19番の赤字で卒業、海軍省移行補正。総合 東マ乗組。練習艦隊金海航海出発し、1916年4月3日に、帰着。4月20日、練習艦隊遠洋航海出発し、8月22日に、帰着。8月25日、二等巡洋艦、地区乗組。同年12月1日、海軍少尉任艦。1918年4月6日、戦艦、伊勢乗組。 12月1日、中尉に進級し、海軍水雷学校普通科学生。1919年5月23日より、海軍法術学校普通科学生。12月1日、海軍法術学校普通科を卒業し、総合巡洋艦、常磐乗り組12月3日、練習艦隊演養公海に参加し、1920年5月20日に、帰着。6月2日、 二島駆逐艦、下詞乗り組み。十二月九日、二島駆逐艦、次乗り組九1921年十二月一日、大尉に進級し、海軍水雷学校高等科、第二十一期学生。土方久し次陸軍大佐の長女、英子と結婚。1922年十一月三十日、海軍水雷学校高等科優等修了、恩詞品廃除、十二月一日、 二島駆逐艦、騎士乗組。1923年5月1日、一等解剖艦、浅間分隊長。11月7日、練習艦隊演用公開に参加し、1924年4月5日、帰着。4月10日、第15号駆逐艦偽装員。12月1日、第一潜水船隊参謀。1943年4月、戦艦、武蔵にて、 最前列、右から一人目が、中沢優勝賞。1926年12月1日、海軍大学校講師、第26期学生。1927年12月1日、小佐進級。1928年11月26日、海軍大学校講師を成績順位22名中、第8位で卒業。12月10日、二等駆逐艦。 朝顔艦長。1929年11月30日、第二艦隊司令部参謀。1930年11月15日、連合艦隊兼第一艦隊参謀。1931年12月1日、海軍省、軍令部出資。1932年1月11日、在アメリカ日本大使館府海軍駐在部官府、補佐官府。 10月17日、スタンフォード大学入学。12月1日、中佐新九1934年1月20日、基調。3月10日、軍令部第一部第一課主席会員。大和型戦艦の速力につき35ノットを主張したが、27ノットに決定した際に職を辞うとした。1936年11月2日、連合艦隊司令部府。 12月1日、大佐に進級し、連合艦隊圏第一艦隊仙任参謀。1937年12月1日、軍令部第一部第一課長。人員不足を訴え、主官の増員を、兵学校採用数の増加で果たしたが、中沢の唱える必要数からは、不足していた。また石油備蓄の増加が必要であるとして、従来の300万トンから倍増させた。 日独位三国軍事同盟に反対したが同盟が成立して職を辞そうとした。1939年11月15日、陸軍参謀本部員を兼任。1940年7月の世界情勢の推移に伴え、富士局処理要項を作成した一人であったが、これが南部仏院真中を許したとして責任を痛感したという。10月15日、従順要項。 足柄艦長。1941年7月5日、軍令部出資。7月25日、第五艦隊参謀長。12月8日、太平洋戦争勃発。1942年11月1日、少々進級。11月6日、軍令部出資。11月10日、海軍省出資を兼ねる。12月10日、海軍省人事局長。 1943年6月15日、軍令部第一部長。1943年11月から12月にかけて行われた、ブーゲンビル島沖航空戦ギルバート諸島沖航空戦で現地から大戦火が報告されたのに対し、軍令部5課は、戦火は、ほぼないと判断した。中澤は、この経験から、作戦部に、 現地戦火の3分の1と考えるようにと指導している。航空本部教育部長の有馬正文と黒木光一が必死戦法の反対意見を述べた際に中沢は必死は本人の崇高な自由意志によるべきで決死を限度と確信したという。1944年2月海軍大臣島田茂太郎大将が軍令部総長に就任する。中沢の手記には 島田の言動への不満も見られるが、格別のご指導、恩講を受けたとして、島田に関する資料や記録を収集し、島田の伝記を一部執筆している。1944年4月4日、軍令部第2部長の黒島亀メが、作戦上急速実現を要望する兵力として、中沢に対して、信用、回転といった特攻兵器を含む提案をする。 軍令部は検討の後、海軍省へ各種緊急実験を要望され、管制本部は水中特攻兵器の特殊緊急実験を開始した。戦後、中澤は特攻兵器に関して、特殊奇襲兵器の使用に関しては19年3月頃から思想はあった。マリアナ疾患後の新情勢に対処するには、 戦利上在来兵器では尋常の勝負ができないので特殊兵器の採用となった。新兵器は軍令部二部長のイニシアティブで採用となったもので作戦部が作戦上から要求したものではなかった。第二部長は戦備の検知から特殊兵器を研究していたが同兵器の整備には熱心で専門的に研究していたように記憶する。これに反死第一部長は 特殊兵器の採用には熱心ではなかった。理由は、特殊兵器では大した戦果は、戦果は上がらぬと考えたからであった。しかし、尋常の手段では、手がなく、かつ、資材不足の状況下に大量に生産ができ、しかも戦果を期待できるものということで戦備の検知から賛成したが、これで戦成を挽回できるなどという大それた考えに、基づくものではなかった。残された、 唯一の手段はあれ以外にないではないか。そんな生産な戦いを行う前に戦をやめねばならぬというのが当時伊藤軍令部次長、第一部長に共通した考え方であった。そんなわけで作戦部は部長以下一般に特殊兵器の採用には冷淡であったが第二部長が特攻部長と連絡して推進していたと証言している。百四十四年六月十五日。 減衰会議において、裁パン断念が上層された。中沢は、伊藤誠一中将に対し、必勝を期し得る信念を失ったので部長の辞表を提出し、一戦で最後の方向がしたいと述べたが、伊藤から、自分も同意見だが命があるまで頼むと言われ、部長職に止まった。1944年10月20日、第一航空艦隊長官、大西滝次郎中将が、 神風特攻隊を開始する。中沢によれば、軍令部総長、大井川小四郎、次長、伊藤誠一とともに、第一航空艦隊司令長官に内定した、大西滝次郎から認知で特攻を採用する決意を聞かされ、大川が決して命令はしないように、戦死者の処遇に関しては考慮しますと答えたという。戦後、作家の保坂正康が、 晩年の中沢に対する取材で、その当時はフィリピンに出張中でその席に、中沢はいなかったのではないかと質問したとき、老いのせいかもしれないが、中沢は絶句して答えられなかったと書いているが、中沢の人、台湾、南西諸島方面への出張は10月2日に出発し、9日に帰還しており、大西が東京を出発したのは9日のことであり、かのやに着いたのは10日のことである。 また、セオサダオによれば、中澤が1977年7月11日に、水航会の講演で、航空機の体当たりは、大制中将が、秘湯で採用したのが最初で、それまで中央でそうした動きは、一切なかったと発言した件について、後日に、セオが10月1日に編成された、大家部隊に関して質問し、中澤が、私は知らない。編成は、 土井和夫中佐が担当していたというと、土井は中沢部長に上申し決裁したと答え、瀬尾がすでに公式に航空隊当たり戦術は決まっていたのではないかと質問したが、中沢は沈黙したままだったという。大火部隊は編成時点では特攻は決まっておらず、 普通の航空隊と同じ編成が行われ、軍令部から特攻の編成などが発令されるのも、中沢転出後の1945年2月10日、第5航空艦隊編成からであるが、神風特攻隊が開始される前から、航空特攻に関して、中央で研究が始まっており、大火部隊も特攻戦力化を目指して準備が進められていた。中沢の後任として軍令部第一部長に、 就任した富岡貞俊少将は中沢を日本海軍の提督で最も有能かつ潔癖な人物と評している。12月5日、第2航空艦隊司令部府。12月20日、第21航空船隊司令官。1945年2月5日、台湾海軍航空隊司令官。中澤が大切にしていたアルバムに台湾航空隊の司令官として、 特攻の指揮に当たっていた時のものがあり、特攻隊員たちの写真の横に自ら書いた説明は、笑わ,わんとして指揮に向かわんとする特攻隊有志である。5月10日、高尾警備府参謀長兼第一航空艦隊参謀長。6月15日、第一航空艦隊参謀長を免じられる。停戦後の1945年11月1日の定期人事で、木村正富、 矢野氏かぞとともに中条に進級。停戦後であったため、ポツダム中条と呼ばれた。11月15日、14位に除される。1946年4月30日、予備役編入。1948年12月10日、横浜軍事裁判所にて、B 級宣判として、有罪判決を受け、重労働10年刑を宣告される。菅も刑務所に収監。 1952年4月11日、身柄仮釈放。10月1日、アメリカ海軍横須賀基地勤務。1962年12月31日、退職。1977年12月21日、急性心不全にて死去。去年83。中沢有関係文書として、軍令部第一部長時代の日誌などが、国立国会図書館に保存。 公開されている。ありがとうございます。